まあ、そしていろんなスタイルでサッカーができる長崎に対して、まあ、相手が前に出てくればその裏の空いたスペースをどういうふうにつくか裏返す、まあ、これ今までやってきていることであると。高江からもう一度左に広げて南垂れます。増山カット取り返す。南垂れます。いいボールが取った。国分最後はボックス内、国分の左足。加藤勝も裏を狙っていましたが秋野も最終ラインに降りて田中が広げます。米田と笠柳、さあコースが空いた。笠柳、笠柳面白い入れ方。マテウスだ。先制長崎、開始27分。一瞬の笠柳の加速から反転したマテウス、絶好の空間というのを作ったんですよね。ここですよね、はい、ここで下がってるんですね。でこの空間を利用してまあ落とす振り、落とす選択肢と拾って南浮かせる。もう一度高いです。マテウスノーマルで取り返す。フアンマ出るかのチャンス。フアンマ、フアンマ1対1。フアンマJ2 通算150試合出場達成に花を添えた。昨シーズンのこのトランスタで思いますし、マテウス選手のこのパスを出すタイミングですよね、とあとはボールのスピード、しっかりと両山形のセンターバックの間を通したっていうところと、ファンマー選手が狙ってた、あとはこの1対1になるとファンマー選手は決められる力がありますので、キーパーをしっかり見てニアサイドに流し込んだ2点目。非常にこう奪ってから伊坂からのボールが吉田へ、坂本裏を狙う、一旦下げてここ小西左足打ってきた。セカンドプッシュ、キーパーよく止めた。ちょっと回転を抑えた小西のミドル、選択肢だと思うんですけど。さあボール取り返して山、あーっと寄せる、チャンス、プッシュ、こぼれは抑えたキーパー。いやーよく戻りましたね、マルコスがよく戻りました。そしてここで長い笛、タイムアップのホイッスル。雨の中ボールを握られながら